今夜のゼロカルチャーはアメリカ・ニューヨークで開かれた世界三大広告祭の一つワン賞で受賞した広告を紹介します。世界中から集まった驚きのアイデア広告とは。若者に新聞を読んでもらうためペットボトルに印刷した記事。ポスターを街中のベンチやバス停の雨よけにするなどユニークな広告が集まるワン賞。まず紹介するのは動画再生回数7800万回以上の映像。 What you see is a body crafted to perfection.アクション俳優ジャン・クロード・バンダムさんが出演したこちらの映像。バック走行するトラックの間で仁王立ちするバンダムさん。ここから驚きの展開に。なんと180度開脚。この映像 CG ではなく実写、実際に撮影されたものでトラックの安定性と正確性を伝える自動車メーカーの広告。インパクトあるこの広告、ワン賞以外でも様々な広告賞を受賞しました。続いては65年の歴史を2分で振り返る映像。一つのナットがどんどん変形していくこの映像、一体何の広告かというと、実はこれ創業以来65年のホンダの歴史をおよそ2分間にまとめた広告。1947年、創業者本田宗一郎さんが自転車の補助用エンジンを開発。それ以来のホンダの様々な製品が紹介されます。例えばホンダを代表するスポーツカー NSX や二足歩行ロボットアシモ。こんにちは。さらに、水素で走る車。そして最後は本田宗一郎さんの長年の夢だったこちら。先月日本初のお披露目となったホンダジェット。そして受賞作品を見ると近年の広告業界の傾向が見えてきます。キーワードは社会問題の解決。まずはブラジルからサッカーの中継で驚きの広告が。こちらはブラジルで実際に放送されたサッカーの試合生中継の映像。よく見るとフィールドに変化が。緑色の芝生が枯れ、だんだん茶色に変化していきます。実はこれ CG を使ってリアルタイムで緑を消しているんです。ブラジルの森林伐採量は世界一。4分間でサッカーグラウンド1つ分の面積の森林が伐採されているんです。その現状を広めようと環境保護団体が行ったもの。ブラジルの国民的スポーツであるサッカーの中継を使ったこの広告は多くの人の関心を集めました。そして日本からはこんな広告も。ライスゴールド。これは青森県田舎館村で20年以上の歴史を誇る田んぼアート。この田んぼアートと最新技術を使った驚きの広告とは。ダメです、この味では。これではありません。違います。これではありません。これではない。質を。違います。コクを。これじゃない。チューハイに質コクこだわりました。
サントリーチューハイ極しぼり。美味しそうな羽根付き餃子ですね。どうぞ。あ、じゃあここは私が編集長が豪快に食べてやー、豪快に飲んでやー、合うか。食事 OK ストロングゼロドライ合うな。この胸本当にブラトップだけって聞かれるんですけど、本当です。すっごい計算されてる形ですよね、こう美胸というか。どこから見てもどんなに動いても胸美しい。柔らかホールド構造、さあとびきりの美しさと着心地を、ユニクロのブラトップ。青森県田舎館村で20年以上続く田んぼをキャンバスに見立て、色の違う稲穂で巨大な絵を描く田んぼアート。それを利用した広告がネイチャーバーコード。実はこの田んぼアート自体が QR コードになっていて、携帯で写真を撮るとその田んぼのお米を購入できる広告になっているんです。高齢化や過疎化が進み、収入源である米の売上不足に悩まされていた田舎館村。この広告をきっかけに米の売上も増大。そして今では観光客が多く訪れるようになり、駅も新設されました。改めてお知らせすることで世の中に気づいてもらって、社会活動としてみんなで進んでいくっていうのが大事なポイントなんじゃないかなというふうに思います。村尾さん、いかがですか。ニュースを伝える仕事に携わっていて、つくづく感じるのは、はい、伝える力がいかに大切かということですよね、はい、伝える力がうまく作用すれば社会は良くなっていくと思うんですよ、はい、VTR のような発想、その何分の1でもね、私たちに与えられていたらなと思いますけどね。工夫次第で本当により多くの人に伝わりますもんね。本当そう、見習いたいと思います、はい、以上ゼロカルチャーでした。